お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、やっと、展開到達いたしましたということでですね、そちらのリプレイなどを見ていこうかなと思います。はい、というわけでやっと6400ですね。で、僕が使ったデッキはこの三重石なんですけど、今回はザッピーランバーゴーストのですね、ギガーもない、まあプリンセス来たらどうするんねんみたいな感じの三重石でございます。はい、というわけで、リプレイの方ですね、見ていこうと思うんですけど、このデッキを使ったらめっちゃ勝率良かったんですよね。これ1、2でここ負けたんですけど、三重石使って負けたのはここだけで、2勝1敗の3勝1敗、4勝1敗の違うやつ、5勝1敗違うやつで、6勝1敗7勝1敗で違うので負けて、違うので負けて、違うので負けて、で三重石で勝って、何もか分かんないで勝ってみたいな感じで、このデッキ使った時1敗しかしてないんで、だから、はい、気持ちよく上がりましたね。ということで、リプレイかな、見ていこうかなと思います。で、これ最後の展開小学生はもう同じ名前ですね。はい、ラット対決ということで、このノバアイビーラットさんはめちゃくちゃもう世界一穴っぽいがうまいぐらいの人で有名な方ですね。今は違うデッキ使ってたんですけど、はい、で、エリポン置きます。で、はい、これでユニットツリーの、このザッピーでランバーを止めていく形ですね。でもこのホグが言うてこのザッピーのおかげでなんとか結構抑えれたんですよね。で、このガオンもうまいですね。僕がザップ打つの分かってるんで出す位置がうまい。はい、という感じで、でもこの状況では僕の方が有利ですね。エリクサーポンプ受けてるんで、はいはい、でまた置きます。で、これ5打ってきたんで、もう三重視展開の流れですね。はい、でも多分ザッピーセパでまだ様子見つつ、多分差し出すと思うんですね。これは5をアド取って相手が5打ってきたん で、ここで多分端前かな、はいはいはい、で小嬢ババの突進が入る。で、このマスケ一体側はそのまま処理されて、でここの相手の防衛フォグっぽいのです、はいはい、けど、マスケが入る。いやー、マスケが強い。今これダメアドを取ってる感じですね。で、エリーアドはトントン、はいはいはい。で、ここでエリクサーポンプを置かないか、まだ、はいはい、相手が攻めてきてるんで、しっかり守りつつですね、ここは今相手がファイアボール打ってきたので、すかさず三重石を展開で、言うて危ないですよね。すごい守られそうで、けど相手がここを捨ててきたのかな、はいはい、で1-1で、こっからですね、後ろからランバー出しつつ、今の状態とかでエリクサーポンプ置いてたら、もう一気にユニットランバーにガゴにホグニーとか出されて多分積んでたんで、よしよし、で防衛しつつで、ここでいやー痛いけど、サッピーとランバーがですね、ホグに対して強い。で、エリポンは置かずに、しっかり様子見つつですね、このランバーを釣ることで、霊獣回避ですね。で、三種セパで防衛してアド取って、で、左右にですね、キングを攻めるよーって感じで見せつつ、もう一個の方にも攻めつつ、でも僕はこの時にキング折る気満々だったんで、もうザッピーも重ねて、もう今ランバーも出してみたいな感じで、もうキングを取りにですね、もうザッピーが思った以上に厄介なんで、こういうのも
通らないだろうと思うかもしれないですけど、このザッピーとランバーです、ね、相性いいんで、こういうゴリ押し的なのも最後いけちゃったりしますね。はい、でここはジャイサンスペですね。まあ OK、 はいはい、でまあまず様子見で、エリポン回ったんでエリポン置いて、はいはいはい、でまあ5打たれて、ここはザッピーセパかな、はいはいはい、まあザッピーは基本セパしとけばなんとかなるっていうのがありつつ、相手が5を打った後にもう今攻めたいっていう時とかはワンチャン固めたりして一気にゴリ押すっていうのもありですね。まあ、基本はセパレートでいいかなと思います。はい、でこのレイジープラスの古城ババてかバーバリアンとザッピーが強いね。はいはい、まあここはアドを取られてますね。でダメージもまあトントンと、でここで、あー置いちゃったか、エリポン。そしたらこのジャイが、多分しんどい。しんどい。どうしようか迷ってますね。アイゴレランバーで、ジャイ処理しつつ、まあランバーが、はいはい、危ない。危ないですね。今ので、一本折られるとかもよくあるんで、ランバーをジャイに当ててですかね。でも、その代わりにエリクサーポンプ立ってるんで、で、相手はファイヤーボールだったんで、エリポンこっちに置きます。これが相手ポイズンだったら、エリポンとエリポン、同時に処理されちゃうんで、よくないですよね。ポイズンだったら左側に置いた方がいいですね。で、ここのコジョババは、釣るのミスったんで、もう捨てて、もう逆サイに固めて一気に行こうって感じで、折られたんですけど、もう折り返せばいいやってやつですね。はい、なんで自分のミスを、まあ、無理やりカバーしたって感じで、でこのミニペとかも危ないんでギリギリでしたね。はい、コジョババとかでターゲット変えて、正直もここであれこれ負けたなみたいな、これやったみたいな思ったんですけど、やばやんちゃ、なんで今これ三振出した、まあまあ多分あれは多分ファイブさっき言ったなみたいな、結構前っていうか、ほんまさっき言ったなみたいな思ったと思うんですよね、自分で。はいはい。で、ここは、もう、相手がキング狙い来てるんで、もうゴリ押しで防衛ですね。ザッピーかダメで。でも、あと500を削らないといけなくて、この突進が、あー入らない。けど、最後このザップで。で、なんとか追いついて、もうこのまま、この流れでですね、このミリ残しのゴーストを生かしつつ、ザッピー、これ6体出して、これザッピー6体とかいったら相手マジで動けないんで、で、コジョババも出して、このレイジがある状態でもう一気に、超大逆転という形でですね、ザッピー強っみたいな感じの2本目のリプレイでございます。で、次ですね、で、これは、なんか相手がジャイ出して、スパーギー出して、取りに来たのを、三重視で出してザップ打とうとしたんですけど、ザップが間に合わなくて、トルネで三重視が吸われて、チーンでしたね。はい、で、まあ、迫撃ホグはまあ、相手ウッドザップで、まあまあで、これもウッドザップなんで、まあまあで、これとかですかね、相手がトルネポイズンのホグですね。はい、で、まあ、とりあえず、ザッピーは、セパしとけばいい。はいはいはい。で、これは、後ろから組み立てですね。はい。このザッピーは、処理されていいやつですね。で、後ろから組み立てつつ、これは美味しいですね。アイゴリにターゲット行って、このマスケをこのまま処理できるんで、で、エリポン置きます。はいはい。まあ、まだ普通な流れかなと思います。
で、そう、今バルキリーもいるんですよね。三子からしたらバルキリーめっちゃしんどいんですよね。で、多分ここで三子展開かな。あー、後ろ、ここは後ろですね。相手がポイズン使ったから、まあ、今の小銃場を捨ててもこの防衛をしやすいってことですね。今のに相手は防衛でユニット出して、でもポイズンないんで、この防衛が相手はしんどいって感じで、今の小銃場を捨てるというか、まあ、捨てたように見せて、まあ、バルキリーとかで防衛させて、まあ、バルキリーを簡単に処理してそのままカウンターみたいな感じでございますね。はいはい。で、ここは、多分エリポン置かないんですよね。一回ザッピーで、エリポン置いてもいいんですよ、別に。よかったんですけど、今あのタイミングですぐ攻められたりしたら防衛に困ったんで、とりあえずザッピー先輩してから、まあ、相手が来てもなんとかなるよっていう感じにしてからの、エリポンですね。はい、なんで、で、まあ、ここはもう、エリポンですから。はいはい。相手がまあポイズン打ったんで、ここはもう三重心出すかな。まだ出さないかな。え、でも、アイゴレ出して、で、こう三シスね。はいはいはい。で、ホグはこのまま防衛して、美味しくいただいて、からのザッピーセパで、もう、セパレートゲーですね。で、どっちも攻めるよって見せつつ、相手が左、右にバルキリー出したんで、左にユニット追加して、気持ちザップでもう、あとは、ランバーのゴリ押し。で、ランバーが強いですね。一気に持っていけますもん。ワンチャンがある。ワンチャンがあるのがやっぱ、自分は好きですね。はい、なんで、こういう、よいしょ。のが、いいっすね。で、またザップでフィニッシュ。っていう感じでですね。なんで、小銃ババ出したから絶対なんかユニットつけるじゃなくて、相手がファイアボとかポイズン使った後に、小銃ババ使って、ミニペとかバルキリーを出さして、けど、まあ、後ろから三子展開で、みたいなね、いうのもあるかなと思います。はい、というわけでですね、今回は、まあ、展開いきましたよっていう感じで、はい、リプレイ紹介となりました。よければですね、チャンネル登録よろしくお願いします。では、バイバイ。